まあ、この3人、プラス、まあ、リュウモン、そして、ブレイザーが集まるのが18日、来週です。来週日本で。日本の新宿ピカデリーさんで、最後の僕たちのグランドフィナーレ、日本でのイベント。最後、一応ね、最後。ぜひ皆さんに来てほしいです。よろしいですね。でももうなんか完売って聞いたな。そうなんだ。うん。来てくれる人今見てたりするのかな。いるんじゃないですかね。台湾出身です。今月ゆうかちゃんのイベント参加してきたよっていう方が。ああ、コメントで。そうで、茅野さん、はい、香港で一人だから。そうなんです、香港に行くんです。その後ね、2人はマレーシアに行くんです。そう、俺と優香と健吾さん、大学さんで、そう、1人分けてもらっても大丈夫かな。じゃあ私でいいですか？もしよかったら、心強いなと思って。一人か。来てくれるかな、みんな。ドキドキする。いやー、楽しかったな。で、前日の17日は、ウルトラマンデッカー、あ、ザライブ、ウルトラマンデッカー編のファイナルがあるので、それも皆さん、横浜です。横浜公演。来れる方は来てください。多分もうチケットもギリギリなんじゃないかな。多分。行きたいな。そう。楽しみ。ね、ザライブも。もうブレザーに向かって行くんだね、なんか。ブレイザーのイベントも行きましょうね。行きたい。ね。うるさま。うるさまとか、冬のエキスポとかも、ね、舞台挨拶とかも行きたいですね、なんかあったら。行きたい。ゆか、来週のお知らせ何？ああ、まだ言えないわ。何って、危ない危ない。自然に聞いてくるからさ。危ない危ない危ない。まだ黙っててね。わかった。ねえ、ブレイザー隊長が主人公。いや、初めてだな。多分初めてですね。すごいね。俺が行く。いや、俺が行きます。いや、俺が、今最後に手挙げたの誰？分かんなくてやれなかった。ウルトラマン銀河が見に来てくれてる。根岸拓也くん。マジっすか。今台湾にいるんだ。根岸さんは、ウルサマじゃなくてニューイヤーか、ニューイヤーエキスポの時に、俺のそのね、楽屋にホワイトボードがあったんだけど、そこに頑張れみたいなこうメッセージを書いてくれてて、見ました。いいですね。会えてはないのか。会えてないですよ。そうで、他のウルトラの先輩の方たちも書いてる方がいて、そう、結構心強いですよね、やっぱそういうのあると。ネギ先輩、台湾の夜市行きましたよ。行きました。美味しかったね。美味しかった。胡椒餅、ね、最高。
何が一番好きだった2人は、夜市だったら。いや、もう、こしょうもち。マンゴー、マンゴー、マンゴー。マンゴー、マンゴー。ね、フルーツ。フルーツ美味しかった。ね、フルーツ。ライチとかもね。あと、うん、なんだっけ、パイナップル。うんうんうん。なんかフルーツ。みんなで分けてくれてね。ね。うん。フルーツの概念変わったもん。あのさ、キノコの、しいたけ？エリンギ？マッシュルーム？エリンギ？エリンギ？全然違う。エリンギ。エリンギのやつ美味しかった。美味しかった。美味しかった。皆さんお酒飲むんですか？あ、お酒飲みますよ。ねえ、飲みます。台湾ビールね。あ、飲みましたね。そうそう、フルーツ。フルーツビール。台湾、あの、何味でしたっけ？マンゴーとブドウと、うん、パイナップル？パイナップル。美味しかったなぁ。あれ？9分は、あ、ごめん、どうぞ。かやのさん、アップルソーダどうでした？はい、アップルソーダ、なんか美味しかった。なんか、結局、美味しいって言われてたけど、飲んでないの、アップルソーダ。あ、気になってたけど飲んでないです。飲めばよかった。うん、なんかおばあちゃん家に出てくるリンゴジュースにでも似てたでもなんか美味しそう あ、美味しかった。うん、金子俊也くん見てくれてる。すごい。トリガーのいじりあきとさん、あ、こんばんは。あきと先輩、こんばんは、久しぶりです。初めましてだ。ちなみに、あの、私こうやって手を動かすたびに、あの、参加リクエスト見てるんですけど、リュウモンさんまだ来てないですね。来てないです。おいおい、何してんの、リュウモン。今日本は何時ですか？日本は多分11時45分ぐらい、うん、1時間後だから、うん、寝ちゃったかな。3人は違う部屋で泊まってるんですかって言ってますよ。違いますね、完全に。当たり前じゃないですか。別一応あの、同じホテル、ね、同じホテルだけど、別々の部屋。別です。綺麗な、ね、ホテル。本当に。あ、11時5分か。松本くん、眠たそうすぎて草だって。私も思ってた。そんなことないですよ。眠たそうな時多いよね。うん、ね、常にだよ。常にだよね。あ、マレーシア、マレーシアで会いましょうってことはマレーシアの方なのかな。すごく日本語が上手。おお、マレーシアも楽しみだな。楽しみ。マレーシア食べ物って何なんだろう。何が美味しいんだろう。食べ物ばっか気になる。でもなんかマレーシアって言われてパッと思いつくものがさ、あんまりこう詳しくないから。確かに。なんだろうね。名前は本当に有名で知ってるけど、うんうんうん、マレーシアってなんか。でも調べよう。そうだね、調べて。調べよう。事前にね、そうだね。ね、いや、うん、インドネシアも行きたいんだけど、ね、今回は、ちょっとね、そう、最終章がやらないみたいなんで、ちょっと行けなくなっちゃったというか。残念。またね、機会あったら行きたいよね。うん、また。デッカーをめちゃめちゃ宣伝しに行きたいよね、インドネシアの皆さんに。うんうん、本当に。ね、ね、全然こっちはもう、うん、こっちそら行く気満々ですよ。行く気満々。いつでも。行きたいね。あ、マレーシアに来たら、うん、ナシレマを食べてみてくださいだって。なんて？ナシレマ？ナシレマ？なんだろう。なんだろうね。ご飯なのか、うん、って。スイーツなのか、なんだろう。なしれま？なししか浮かばない。なしの料理みたいな。なんだろう。
と私は香港なので香港の美味しいものもなんかコメントとかで教えてもらえたら嬉しいです。うん。うんうん、村山優香とても可愛い。ありがとうございます。あの読んでいただいてありがとうございます。来たよ。レンブは来た。誰？ノブ。お。見てくれてはいるんですよ。リクエスト来るかな。ノブちょっと入って。入ってほしいんですよ。うん。おいで。今日ずっとノブの話してたよね。え？ちょっと待って、私嘘みたいになっちゃったから反応してほしい。ノブの話してました。してました。したよね。はい。ノブがそのツイッターでその寂しそうにしてるねっていう話をしてた。でみんなでどうやって面白い返しをしたいかっていう話をしてて、まだ反応できてないんですけど。最初ノブのそのツイッターに書いてることがどういうことかちょっと理解できなかったけど。そうそう、こういうことじゃない。じっくり考えて。こういうことみたいな。うん、まず俺らが宇宙に出て、でまた帰ってきて、あ、で台湾行ってるからそういうことなんだろうなっていう。そう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 。ああ、そうなんだ。まだ。そうなんか。うん。あれ今なんだ。リューモーン。リューモーン信長。ウルトラマンデッカーチームでずっとこうインスタライブをやりたいって言ってて、うん、でももう最終回も終わって、うん、映画ももう終わりで、そうやらずに終わってるんですよ。だからね、最後に、最後じゃないけど一回ちょっとやっときましょう、うん、やろうやろう。入ればいいですか？え、入って、もちろん入って、可能ならば。コメント見れないんだけど。え、待って、ごめん、コメント見れてない？え、なんで？見れてる見れてる。あれあれ、いなくなった、いなくなっちゃった。申請、でも一回閉じたのかも。早く、ノブ、ちょっと待ってね。そう、なんかみんなが同じ部屋だったらウケるみたいなコメントが今あったんだけど、そのそれでもいいね、それでもいいねというか、あの同じ部屋に集まってやってみてもいいねってなったんですけど、やっぱリューモン来てほしいから4分割でやりたいねってなって、じゃあ別々の部屋でっていう話になりました。ごめんなさい、そうそうそう、ね、聞いて、間違えた、間違えた、あー来た、お疲れ様です。お疲れ、おっそうっす。寝てた？どうですか？だけが乱れている。伸びたね。楽しいですか？ん？ん？こちらは楽しいですか？とても楽しいです。なんか言いにくくなってる。いやいや、普通によ、普通によ。本当に楽しい、うん、あのね、暑いの、あ、もう台湾のファンの方たちが、あー、あ、き、あ、そういうこと、完成とかね、ね、ね、全然、あの、無断で入ってるから、もう、あの、好きにやろう。もうすごいんだから、台湾のファンの皆さん。うん、なんかね、すっごい。見た見た、なんかそういう、あの、なんだっけ、スポーツ観戦みたいな。いや、もう、WBC かと思った。言って、ポップアップストア行ったのよ。はいはいはい、近くにあって、うん、それもなんかね、映画館の楽屋出たらすごい、もう映画館のあのさあ、入り口というか、はい、映画館のシアター入るとこのこのチケットをもぎるとこあるじゃん、あそこのとこにブワーってこ う, そうファンの方々が待っててくれてて、えー、すごかった。
たらなんかもうパチパチパチみたいな。アイドルありがとう、バイバイみたいな。いいね。これ、貝崎さん入ってきてるね。そうなの。もう。サイさん。サイさん？サイちゃん！来た！サイさん！サイさん。サイさん。舞台お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。40何公演ですよね、確か。うん、すごいよね。すごい。なんか、え、次はどこなの？次は、かやのさんが香港。香港。そう。で、そう、一人で。一人で。で、ひろきとゆうかは？マレーシア。ケンゴさんと。ああ、マレーシアか。うん。3人大変だね。でもあれだよ、その前に18日に新宿ピカデリー、うん、で、そう、グラッツセレクトとブレイザー、その前に。え、リュウもしっくりきてないけど大丈夫。え、そう、ピカデリーやってからまた行くってこと？そうそうそう、ピカデリーグランドフィナーレ、ちょうどうちらが帰国している時にグランドフィナーレ。そういうことだよね。めっちゃバタバタだね。しかも、来週俺ザライブだしね。そうだよね。バタバタじゃん。ザライブの次の日、グランドフィナーレ。みんな、ザライブ待ってるからね。行きたいです。うん。言っちゃったけど。いや、行きたいよ。いや、により何より今そっちに行きたいわ。そう、そうだ、ザライブもなんないけどね。はい、マネージャーさんに行きたいって言っといてよ。あ、確かに早めに言っとかないとね。うん、ザライブね、そうだね、うん、2公演あるから。うん、ああ、そっか。朝と、朝と昼過ぎ。ああ、行かないけど、ヒロキも髪伸びたね。伸びたよ、これ。もうだって、やばいね。なんか、ちょっと、うん、かなった、伸びたね。いや、そう、なんかね。そうそう。その、なんか、これが、ね、俺とか、ゆうかとか、あの、かやのさんが髪の毛伸びてて、うん、そうだよ。そしたら、なんか、台湾の、子供たちが、うんうん、なんか、その、かなた、いちか、ディナス、イコール俺たちっていうのを、なんか認識してくれてないみたいで。あ、こういうこと？なんか、一致しないみたい。一致しないやつ。でも、言うてじゃない？だって。言うてだよね。言うてだよ。だって。こんぐらい。かやのもだって、いや、まあ、かやのちょっと、結構伸びたね。まあまあまあ、伸びたけど。ゆうくんこんぐらいだったし。で、ゆうか、まあ、色。色とちょっと長さぐらいでしょ。こんぐらい。うん。ちょ、まあ、ひろきが一番確かに、まあ、長さで言ったらあれなのかも。まあ、なんか、そうね。やりやすいよね、男の人ってこう、ここら辺にあるから。うん、確かに。でも、喉もだいぶ伸びてる。うん、うん、伸びた、伸びた。みんな伸びて、伸ばしてる。下ろしたら、下ろしたらこんなのも今。みんな伸びた。みんな伸ばしたい時期。ね、伸ばし、夏なのにね。そう、ゆうくん、今、育成中だから。ね、みんな、デッカーがあってさ、うん、半年ぐらい、もっとか、髪型変えられなかったじゃない。うん、まあ、だから、この反動が、確かに、抑えつけられてた。ビョーンって伸びてんだろ。それはある。そっか。え、なんか美味しいもの食べれた？食べた。食べたよ。小籠包。おはいはい、あとフルーツ。あ、フルーツね。え、何が一番思い出残った？なんか場所とかさ、ご飯とか。9分だっけ？ 9 分じゃなくて。千と千尋の神隠しのなんか、モチーフ、まあ、だったみたいな。まあなんかそういう話、本当かどうかわかんないけど、うんうんうん、なんかそれのなんかとこ行って、すごい良かった。うんうわ、いいなぁ。よかった、うん、いいね。なんかお茶、いや、しかもすごい、日本人もいっぱいいたし。そう。あ、ほんと？あ、日本人いたんだ。うん。もう結構いた。
あ、そう、その、ウルトラのってこと、それとも、それ観光客で観光客で。めちゃめちゃ、うん、人気。もう、うん、おー、そうだ、どっしゃぶり。そうなんだ。なんか途中で雨宿りして。生徒で喋っちゃう。あ、雨宿り。9分、9分だって。そう、9分。9分だよ。そう、なんか俺、ま、なんか、3人が前乗りしたみたいな、なんか感じでさ、まあ、大体前乗りしましたみたいな感じでツイートとかするじゃん。うんうん、あの、楽しみにしてくださいみたいな。うん、俺、いつ、なんか、連絡来るんだろうって、携帯持って待ってたんだけど。そうだったの？もう、連絡来ないから、もう自分から言っとこうかなって思って。あ、そういうことだったの？で、あのツイート？だから、ちょっと匂わす。誰とは言わずにね。やっといたけど、まあ、未だにまだないから、あ、もう、満喫するんだろうなって思った。うん。うん、まあ、正直言うとね。うん、そっか、なんか、連絡してよかったのか。いや、なんかさ、いや、こういうとこ行ってきたとか、なんか来んのかなって思ってたの。ああ。なんか、台湾のファンの人たちすごいよ、みたいな。したら、なんかその、ツイッターとかインスタのストーリーとかでしか見ないから。あれ俺 LINE やってたよなみたいな。なんか、割とバタバタしてた。いや、まあ、そうだよね。そう。それはそうだと思う。それはそうだと思うけど。まあでもね、なんか、でなんかなんか通知が来てさ、さっき携帯見て。あれなんか3人でインスタライブしてる。おーん、みたいな。楽しんでんな。そうで、ノブ早く来ないかなってみんなで言ってたの。そうなんだよ。って、ここで言ってたんだね。え、連絡したんだよ。でも、かえのちゃんが連絡。嘘、連絡した。お、ちょっと待って、ブロックした？ちょっと待って。全然携帯ってなかった。気づいてなかったの？全然気づいてなかった。じゃあ、たまたま入ってくれたのか。嘘、通知来たから、あ、みんなやってると思って見に来た。よかった、気づいてくれた。そう。あ、そうだったん、明日もじゃあ早いのか。いや、明日はそうでもないね。ゆっくりなんだ。でも観光もしてリラックスしながらできてんだね。そうね。でもやっぱ舞台挨拶出る瞬間はドキドキしたね。緊張した。いやもう。ああ。初回が。特に。ね、一回目とかはどんな反応なんだろうとか。そう。台湾で。こういうウルトラマンのキャストの方々が来るのが初めてだったって。そう、初めてなんだ。ウルトラマンのキャストは初めてらしい。うん、もうすげえ光栄じゃん。いや、ほんとね、よかったね、マジで。やっとこういうことができるようになって嬉しかったし、うん、ね、確かに。だから、まあそうか、ピカディは18日でね、グランドフィナーレ、うん、そうだよ、18日。うん、何すんだろうね。ねえ、ドキドキ。よね。もうなんか、あれだね。一緒に見てから話したいね。いろいろ。ん？同時視聴みたいな。映画館の席座ってさ。うん。あ、そういうこと？コメンテータリー？もうコメンテータリーみたいな。コメンタリーね。コメンタリーね。コメンテーターと混ざったね。そう、コメンタリー。かな、また眠そうだって。ほら、また言われてる。いつも。でも、あのね、俺ら、撮ったもんね。ん？ブルーレイ。あ！ブルーレイ。あ！ああ！ごめんごめん、台湾組の話してなかったもんさ。うん。4人取ったね。で、デッカー最終章のオーディオコメンタリー、うん、映画を見ながら、うん、あ、映画って言っちゃダメか、最終章、そのやつを作品を見ながら、うん、俺と、ディナス、イチカ、リュウモンで、4人で、なんか副音声みたいなのを入れるやつがあるんで、うん、それは、ブルーレイを買った方が、特典で見れるやつみたいなので、ぜひ皆さん、お買い
ぜひぜひ。ぜひ。岡山と来てください。岡山はもう疲れて寝たのかな。うん。疲れ果てたのかな。寝る速度早っ。なんか持ってくるんだと思う。ゆうかも。ゆうか、たぶん。じゃあ、さすが。でしょ？ほら。ほらほら。もしかして、これに、これでチューしたいわけ？あれ？上だよね。よし。待ってるよ。あっ！あっ！はい、見て。はい。おぉ！お？座ってるの、こうやって後ろに手ついて。すごい。ん？下は？ん？ウルトラマンでしょ？これ息があれのか。あ、みんなバラバラ。パルタン星人？バラバラ。そう。これバラバラか。うん。ウルトラマンデッカーの、ポップアップストアか。うん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 。で、これは台湾限定なんだって。あ、限定なんだ。かわいくない？ね、めっちゃかわいい。ゆうかちゃんとこう、片割れ的に。そう、この2種類なの、このやつ。はい、はいはいはい。バルタンとこの片割れ。めっちゃかわいい。うわ、サイズもちょうどいい。かわいいよね。待って、落ちる。ひろきは？俺はね、ちょっと待ってね。かわいい、かわいい。かわいいよね。これは、なに、ぬいぐるみでいいの？なんかでも、もうね、ふわふわしてないの。フィギュアっぽい感じ。そうそうそう。かわいい。あ、結構ちゃんとしてんの。うん、すごくちゃんとしてん。カネゴン。カネゴン。カネゴンのレインボーカラー。ああ。限定カラーです。あ、ほんとだ。そう、すごいんだよね。ひろき、反射気をつけてね。反射気をつけて。ああ。うん。そっか。うん。そっかそっか。すごい、そう、反射するわけ。大事。あ。作った。まあ、こんなやつ。うん。うんうんうん。いいね。またこれも、台湾限定なんで、めちゃめちゃ可愛いのよ。台湾限定の。だから皆さん、台湾にぜひ行ってください。行ってください。行きます。なんか止まっちゃった。止まっちゃった？うん。なんでだ？なんか私のところだとみんな動いてる。あれ？俺電波悪い。ちょっと電波悪いかな。うん。やっぱ国が違うからちょっとあれなのかな。国違うよね。違うんだ。そうだ。違うんだ。そうだよね。リュウモンにちょっとお土産買っとくわ。あら。うん。台湾の。何がいいかな。台湾のね。はい。台湾で売ってるお菓子があんの。ウルトラマンの。ウルトラマンの？ゼリー。ええ。ああ。え、渡れる国？大丈夫？大丈夫。あ、ゼリー？ぽい。大丈夫だと。わかんない。それ大事だね。ゼリーだから大丈夫そうじゃないかな。大丈夫だよ。フルーツとかはダメだけど。ここで、募集されたりとか、なんか。募集されたりとか。多分大丈夫だから、持っていきます。でもそうそう、パイナップルケーキも持っていけるから大丈夫。うん、ああ。ケーキ持っていけんの？ケーキって、なんか、お土産用のだから、こう、なんなんなん。ああ、はいはい。包装されてる。ああ、そういうこと。こういう。一個一個。はい。まあそうだよ。まあ声出し、気持ちいいだろうな。え、やっぱあれなの？頑張って日本語で喋ってくれてるの？そのファンの方たちも。てか、なんならもう日本語うまそうだね、台湾の人たち。いや、上手なんだよ。めっちゃ上手。ね、そんな言葉わかるのってぐらい。ああ。いろんな言葉がわかる。うん。昨日転んだんだ。結構派手に。超っていうか、机の角にガッて。痛そう。気をつけて。ね。体調なんだからもう。ね。そうだよね。
体調だよね。そうだよ。まあちょっと、18日ね、楽しんで。あ、ヒロキが。あ、疲れちゃったか。ヒロキが今、いや、今、うまい具合に、ちょっと、締めようかな、なんて。12時だって、もう、寝ようかな、なんて思ってたんですけども、この真顔で。やばい、真顔でさ、くるくる回ってんだけど。うん。真顔で寝ちゃったね。スライドとかしちゃったんじゃん。あ、動いた、動いた、動いた。笑いすぎて、スキンショット撮れた。やばい。ヒロキ、すごい顔で止まってたよ。マジ？うん。なんか、もう真顔で見つめてくれてた。うん。なんかあの、ちょっとね、うん。ちょっと、山本浩二さんみたいな。言い訳にはなるんですけど、はい。ちょっと時差の関係で、日本とのね。おぉ。ちょっと僕抜けないといけなくなりました。ちょっと放送してるものがあるので。あ、そっかそっかそっか。はい。ああ、そうだね。ちょっとね、もう12時だし。そう、皆さんガチコイの着地見てください。ああ、はい。そうだね。うん。すいません。ちょっと抜けます。すいません。バイバイ。バイバイ。バイバイ。またね。またね。いやということで、まあ、ハプニングもありつつ、まあ、僕も多分、ほど、マネージャーさんから LINE が来ると思いますが、はい。はい、ありがとう、来てくれて。いやいや、ありがとう。まあ、18日ね、元気に会えるように、はい、はい。はい。楽しんできてください。ありがとう。はい、元気にお会いしましょう。ね。元気に。うん、とりあえず、あ、次は、香港とマレーシア？うん、香港と、はい、頑張ってください。行ってきます。リモンがいると思って。ねえ、まあ、ちょっと、風景ぐらい送って。うん、なんか、逆に嫌かなって思っちゃいましたよね。わかる。逆になんか。逆に気使われる方が嫌かもしれん。うん、全然送っただったら。うん、全然送って。うん、まだ遅くないよ。大丈夫です。まだ大丈夫かな。あ、少ない？うん、ちょっと待ってるわ。わかった。うん。じゃあね。じゃあちょっと本当、体調気をつけてね。はい。あなたも。じゃあ私、主が切るね。あ、オッケー。はい。うん。じゃあありがとう、皆さん。気をつけて。ありがとう。ありがとう。バイバイ。バイバイ。